これから沖縄県宮古島の方に行ってきたいと思います。では今回もやっていきましょう。どうぞ。レッツゴー。沖縄町田は毎日アクションをしてます。アクションしてるので引き合いが来ない。でも桜なんですね。こうシャワーのブルーなので引き合いが来ない。那覇空港到着です。大都市買いました。で、那覇空港から宮古島の飛行機に乗ってまた移動します。那覇空港の桜ラウンジです。入ります。昼ご飯は大和食堂で食べます。結構口コミが良かったですね。駐車場もいっぱいあるんでね、皆さんぜひ来てください分けてね。これから地元の人もね食べてる天ぷら屋さんで、テイクアウトします。国中さんっていうねお店がね、地元の人も買うなんか美味しい天ぷら屋さんです。テイクアウトします。てなわけで天ぷら購入しました。魚店と野菜店が、ありまして、それを5個ずつ、めっちゃ安いですよ。10個買って500円です。宮古島安すぎ。めっちゃうまそう。あちゃちゃちゃあちゃちゃちゃあちゃちゃちゃ揚げたてだ。揚げたてあちゃちゃちゃ魚店あちゃ。はい、というわけでね、我慢ができませんので食べちゃいたいなと思います。見てこれ、魚店です。あっつあつ。うわっ、うわっ、うまっ、超うめぇ、うめぇ、うん、これうめぇわ。これ野菜店めっちゃうまそう。この味、熱さず。お店全員ずっと開けてるんだね。これもうまいわ、おいしい。
うん、最高。夏でこんなに綺麗なとか、夏なんかもそうなんだろうね。バキでしょ。イラブ大橋、海の駅に来ました。なんかね、撮影スポットとかあるみたいです。めちゃくちゃ綺麗。イラブ大橋がね、一望できます。いやー、でもこれ天気も良くてね、もう最高でございます。めちゃくちゃ暑いんでね、半袖になっちゃいました。もう1月とは思えない、この暑かさです。いやーすごいな、これ見てこの景色、えぐいね。めっちゃかわいいな、これ。てなわけでですね、宮古島のね、市民球場の方来ました。もしかしたらね、プロ野球選手が自主トレやってるかもしれないので、ちょっと見に行ってきます。いたらいいな。一人いません。プロ野球選手、一人いません。残念。はい、というわけで、今晩泊まるホテルです。シギラリゾートの、ね、グループの一つみたいです。よいしょと。おー、綺麗。なんかめっちゃいいんですね。はい、というわけで、やってみました。シギラのね、グループの通ったホテルめちゃくちゃ綺麗です。今回ですね、当初予約していたお部屋なんですけども、ホテルの方のご好意でアップグレードしてみます。ありがとうございます。ということで、ルームツアー行ってまいりましょう。わー、すごい。白いね、部屋が。見てください。このアメリカンスタイルで、ね、靴もこう、いけるような感じで。すごい清潔感あるお部屋です。綺麗ですね。見てこれ。これよ。これよ。うわ、すごい。もう海風がもう飛ばされそうです、体が。見て。シギラ。すげえ。超綺麗やね、これ。見てください、これ宮古ブルー。綺麗だなぁ。そこで、ね、踊ってるおじさんとかもいますね。あまりの気持ちよさに。いやいいね、これは。止まりません。ね、皆さんぜひこうおすすめのホテルです。泊まってみてください。明日以降なんですけども、シギラベイサイドスイートの方に宿泊します。今日はこっちですね。ベッド綺麗です。コーヒーも飲めます。洗面台、お風呂もあります。お手洗いもガキガキ。というわけで、宮古島の海、やってまいりました。めちゃくちゃ綺麗だね。半端ない月通り具合です。来た、宮古猫だ。宮古猫です。うん、可愛いな。可愛いな。よし。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。なんて幸せもんだ、この宮古島で住めて。モテ期到来です。めっちゃついてくる。おい。ふっ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 。おい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 。はい、というわけでですね、これから晩ご飯に行ってます。宮古島のね、居酒屋の方に行ってます。オリオンビール飲むぞ、オリオン。今晩はですね、このゴーヤっていうね、居酒屋さんで、食べていきます。なんかね、こう演奏してくれるそうです。サラダバー。
サラダ無料。嬉しそう。オリオンビールです。うまい。見て、生もずく。僕は沖縄でしか食べられないんで、でもツナなのよ、ツナなのかな。でも見てこれ、もずくよ、もずく。でもこれツナも一緒につけないで、これこんな感じ、こんな感じ、うわっ、うまっ、めんつゆ、めんつゆと絡まってうまみ、じゃじゃーん。これね、あの宮古焼きそば、宮古焼きそば、こっちでしかこれ食べれない。なんかこれ、甘酒なんだよ、完全に。うまそう。これが島豆腐、なんかいろいろ味噌あるよ、島豚、宮古牛、鉛節、うまそう。こっちが紅芋コロッケ、うまそう。うわー、これ島豆腐、これも宮古牛の味噌、今すぐ食べた方がいいよね。うん、こんな感じ、うまそう。何これ、うん、鉛節、うまっ、辛いやつがいいの、辛いやつ、紅芋コロッケ、うまそう。どんな味だ、うん、わ、甘みがあってうめえな、これ。来てください。面白くてとっても美味しいお部屋さんです、居酒屋さんです。最高です。おはようございます。モーニングコーヒーを飲んでます。見てこのオーシャンビュー、かわりません。コーヒー飲んで、ね、あの朝食の方に行ってきたいと思います。うまい、はい。というわけでですね、あのバイキング形式になります。あの沖縄のね、このもずくとか島豆腐、で沖縄で取れたお魚とかもね置いてあります。
でサラダも、ございまして、ゴーヤーも入ってますね。すごい美味しかったですこのゴーヤー。で、すごいね、種類が豊富でした。でどれもねとっても美味しくて、すごい満足できますね。でこういったねキャンディーとかもありますので、でですね、あとここら辺の子供たちが喜ぶようなメニューも、たくさんあります。そうしまして、こちらがですね、まあ、ソフトクリームはね夜みたい、夜限定みたいですね。でこちらはパンもありまして、トースターもあるのでカリカリに焼いてね食べることができます。ここら辺もすごい美味しかった。なんか手作りなのかな、それぞれ素材の味もしっかりしてて、丁寧に調理されて美味しかったですね。すごいおすすめできます。でこのグルクンがすごいまた美味しかったですね。もう何匹も食べちゃいました。でここら辺もねすごい、うどんも美味しかったな。でここの宮古そばもね自分でね茹でて食べることできますので、ぜひ食べてみてください。ここにもねフルーツが、たくさんございます。美味しかったな、新鮮で。はい、ここら辺もねぜひ美味しいのでぜひ食べてみてください。ここね皆さんこれ絶対食べてください。ここのフレンチトーストです。で黒蜜シロップとかかけるとめっちゃうまいのね。はい、グルクンです。これがうまかった、うん、まい。これでね米2、3倍ぐらいいけるわ。最高でした。これですよ皆さん、フレンチトースト。これ本当うまかった。これなんだかんだこれ4枚ぐらい食ったかな。すごいうまい。でこのホイップもねたまんなくて、こう黒蜜シロップとホイップとプーム、うますぎ。脳汁ブシャーですね。はい、ぜひ皆さん食べてみてください。宮古島空港到着です。すごい面白い形してます。すげえ。かわいい。宮古島で有名なラグズバーガー入ります。なんか超有名みたいです。はい、宮古島で有名なラグズバーガーです。ここのハンバーガー屋さん、宮古島でかなり有名なハンバーガー屋さんです。もともとこのお店っていうのはアメリカの弁護士さんが起業した、お店になります。国籍は日本ですね。でダグズっていうのは、このアメリカの弁護士さんの、名前から取ったものです。でなんでアメリカの、ね、弁護士さんがこう、宮古島で起業したかっていうと、その釣り好きということで、よく宮古島にはね、釣りキハダマグロを釣りに来たそうです。でこう釣りに来るたびに、ね、この宮古島 の、ね、この素晴らしさに感動を受けて、でそれでどん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 、ね、宮古島を、世界に発信していきたいなと、宮古島を盛り上げたいなということでこのハンバーガー屋さんを起業したそうです。すごい美味しかったよ、マジうまだからね。でメニューの中にはね宮古牛とかを使ったねハンバーガーもあります。で宮古で取れたねマグロを使ったね、そのバーガーも、ございました。すっごい美味しかったですよ。もう肉厚でね、これよ、本当に今までその食べてきたハンバーガーの中でもうトップクラスですね。すごい美味しかった。オニオンリングの揚げ物も美味しかったですね。すごい美味しかった。で私はここのハンバーガー屋さんのねこの経営者のねダグズさんのねもう本当考え方にも感銘を受けました。でね、ここは宮古島のね観光スポットらしいんですけど、通り池ってとこですね。すごいよ、なんかめちゃくちゃなんかサンゴの塊がいっぱいあります。いやすごいな、ここら辺めっちゃ綺麗だな、これすごい深い 青します。うわすげー、カルデラみたい。お、飛行機が来ました、飛行機が来ました。うわすげえ、
すごい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 。めちゃくちゃ砂浜綺麗。ここワンセブンエンドビーチってとこです。飛行機の離着陸が見れるところですね。超綺麗。いやーめっちゃ綺麗。見てこれ。えぐないこれ。見てこれ。映え映え。映えです。うわー気持ちいい。見てください。この美しさ。やばいね。見て見てこれ。えぐすぎでしょ。半端ないです。すごいね。でここで待ってると飛行機の、離着陸が、見れます。本日はですね沖縄県宮古島の、シギラ、ベイサイドスイートアラマンダに宿泊していきたいと思います。ということで楽しみですね。なんとここ温泉があるんですよ。ということでレッツゴー。やってまいりました。シギラ、ベイサイドスイートアラマンダ。この豪華な外観しびれますね。見てこのおしゃれな噴水。はい、ということでね、宮古島には温泉が、2施設あるんですけども、その中の一つがこちらになります。シギラ黄金温泉、通称ジャングル温泉となるね、面白い温泉がございます。見てください、この内観も超シャレオツじゃないですか。スタッフの方々のねおもてなし素晴らしいですよ。今回ね予約した部屋スイートアラマンダになります。めっちゃすごいっすよ。見てこれ、えぐくない？えぐくない？シギラこれアゲですよ。アゲアゲです。これ入ってください。で今回3人で泊まるんですけども、ベッドが3つくらい3つあるんですよ。見て立派なベッド、おしゃれな額縁。見てこれ、やばくない？大きなテレビそうですけども、おしゃれじゃないこれ。南国みたいな感じです。そう、南国なんです。でここになんかねこう海を眺望できるこの椅子があって、こっちはベッドがありますね。ここ最高だね。見てこれ、これよ、これ見て、こうもう一面宮古島の海でございます。素晴らしいな。ここら辺はシギラリゾートの、ね、敷地なんですけど、素晴らしいね。見てここ、わかるこれ、風呂があるんですよ。風呂浸かりながらこの海見ることができる。でここのベッドで寝ながら海見ることができる。最強じゃない？はい、いやこれ素晴らしい。正解だわ。本当だな、これめちゃくちゃ綺麗。今晩はここの居酒屋のこのゴンベイさんで食べます。焼肉屋さんですね。駐車場は横にパーキングがあるのでそちら利用してください。宮古市で超えることです。はい、やってまいりましたゴンベイさん、芸能人ね御用達のお店になります。ちょうど昨日ねプロ野球選手もね食べに来たみたいです。はい、オリオンビールです。うーん、それいい、乾杯。
あのね、やっぱ観光後のね、ビールってなんでこんなうまいでしょうか。あー、これたまらんわ。さて、ご飯の代を頼みました。ものすごい量だね。タンも美味しそう。1人前でこの量、うまそう。さあ、あのね、1枚1枚じっくり焼いていくスタイルにしました。丁寧に。はい、これをですね、かっくりと、うん、超うまかった。いやー、この肉の質半端なくいいですよ。もうめっちゃうまかった。追加で、おかわりしちゃいましたからね。いろんなね、せっかくなのお肉頼みました。さて、これ私なんかね、昔レバー苦手だったんですけどね、最近なんかレバーは好きになったんでしょうね。これレバーと米がまた合うんですよ。うまい、うまかった。はい、これね、スープ系もね、すごい美味しかった。すごい、ボリュームもあってね、お値段もね、お安いんですよ。はい、熱々ですよ。はい、はい、うまかった。あの世界のイチローとかもね、食べに来てるんですよ、うん、若彼氏頃ね、食べに来て、これ写真ですね。これイチローですよ、イチロー。かっこいいですね、やっぱり。夜になるとね、このイルミネーションがめちゃくちゃ綺麗ですね。見て見て見て、すごくない？超綺麗。